ドワイト・ハワードは、アメリカ合衆国、ジョージア州アトランタ出身のバスケットボール選手。NBA のフィラデルフィアセブンティシクサーズに所属している。ポジションはセンター。身長208センチメートル、体重120キログラム。スーパーマンとも呼ばれる、アスリートの肉体を持ったリーグ駆使のセンタープレイヤーである。これまでに、8回のオールスター、8回のオール NBA チーム、 5回、オールディフェンシブチームなどの選出、そして NBA 記録となる3年連続の最優秀、守備賞を獲得している。高校の体育監督の父と元バスケットボール選手の母というスポーツ一家で育ったハワードは、高校はその父が務めるバスケットの名門校サウスウエストアトランタクリスチャン高校でプレーした。在学中の4年間で129試合に出場し、 16.6得点13.4リバウンド6.3ブロックの成績を残した。最終学年には25.0得点18.0リバウンド8.0ブロックの成績でチームを州チャンピオンに導き、全米で最も活躍した高校生選手に贈られるネイスミス賞を受賞、パレード支選出のオールアメリカンにも選ばれた。この年のマクドナルド高校オールスターゲームでは19得点を、 上げて、JR スミスと共に MVP に選ばれている。初めてダンクに成功したのは13歳の時で、この時の身長は1 7 5トルだった。キャリア初期大学には進学せず、2004年の NBA ドラフトにアーリーエントリーし、オーランドマジックより全体1位指名を受けて NBA 入りを果たした。2006年より高校卒業すぐの指名ができなくなったため、 ハワードは高校からのエントリーで一位指名を受けた最後の選手である。通常高校からエントリーした選手は体が完成していないため、プロの世界では通用するまでにある程度の時間を要するが、ハワードは非常に恵まれた肉体を有していたため、ルーキーイヤーから即戦力として活躍、シーズン開幕戦では12得点10リバウンド4、ブロックといきなりダブルダブルを叩き出し、 その後いくつかの最年少記録を更新。シーズン成績は12.0得点10.0リバウンドでリーグ史上最年少でシーズンダブルダブルを達成し、高卒ルーキーとしては初のシーズン82試合フル出場を果たした。新人王投票では3位に終わったがオールルーキーファーストチームに選ばれた。翌例後から零六シーズン中は十一月十五日の シャーロット・ボブ・キャッツ戦で21得点、20リバウンドを記録、さらに4月15日のフィラデルフィア・セブンティシクサーズ戦では28得点、26リバウンドをマークした。このシーズンの平均12.5リバウンドはリーグ2位、通算リバウンド数は1位となった。このシーズン中にスティーブ・フランシスがチームを去ったことにより、若干20歳のハワードは大黒柱として、 チームを背負うことになった。06から07シーズン序盤は、ハワードとベテランのグラントヒルを中心に若いチームは、まとまり、ディビジョン主位をキープするなど、チーム成績は、確実に上向き始めた。ハワードは、オールスターにも初めて選ばれ、スラムダンクコンテストにも出場。ダンクをリングに叩き込む際にバックボードに、ハワード自身のステッカーを貼るパフォーマンスを披露したが、 審査員には不評だった。校長だったチームは、シーズン中盤以降成績が下降するも、カンハレンス8位の座を死守し、4年ぶりにプレーオフに、進出、ハワードは、オール NBA サードチームに選出された。ハワードにとって、初のプレーオフは、1回戦にて、デトロイトピストンズに4戦全敗という形で幕を閉じた。トップセンターとして、オフには、 グラントヒルがチームを去り、新たに、シューターのラシャード・ルイスを迎えて07から08、シーズンに入った。このシーズン、ハワードは、目覚ましい成長を見せ、11月と12月の月間、最優秀選手賞を獲得。シーズンの通算ダブルダブル達成数は、リーグ1位を記録し、20得点20リバウンド以上を5回、達成した。アベレージは、 一流ビッグマンの証である20得点10、リバウンド以上の20点7得点1 4にリバウンドを記録。1 4にリバウンドは2位以下を大きく、引き離し自身初の、そしてリーグ最年少記録となる、リバウンド王に輝いた。さらにオール NBA チームには初めて、ファーストチームに名を連ね、オールディフェンスセカンドチームにも、選出、名実ともに、 リーグのトップセンターとなった。オールスターファン投票では、シャキーローニールを抜いて、イーストのセンター部門第1位となり、先発メンバーとして、オールスターに出場した。また、リベンジを誓って臨んだ、ダンクコンテストでは、バックボード裏からのウィンドミルダンクや、スーパーマンダンクなど、圧巻のパフォーマンスで優勝を果たした。チームは52勝30敗の好成績を収め、 地区優勝を飾る。プレーオフ1回戦では、トロントラプターズと対戦したが、ハワードは、ラプターズのインサイド陣を一周。5試合中3試合で20得点20、リバウンド以上を達成し、22.6得点、18.2リバウンドと存分に暴れ4勝1敗でラプターズを、下した。ハワードは初めてカンファレンス準決勝まで進んだが、 雪辱の相手となるピストンズと対戦では、ピストンズの厳しいマークに苦しみ、シリーズ平均15.2得点に抑え込まれ、1勝4敗で敗退した。08から09シーズンは20.6得点13.8リバウンド2.9ブロックを記録で、リバウンド王とブロック王の2巻を達成、NBA 最優秀守備選手賞も受賞し、リーグトップセンターの座を不動のものとした。 シーズン中には30得点19リバウンド10ブロックを記録してキャリア初のトリプルダブルも達成。オールスターファン投票では史上最多得票となる315万181票を獲得している。チームは59勝を挙げるとプレイオフではフィラデルフィアセブンティーシクサーズ前年優勝チームのボストンセルティックスを破ってカンファレンス決勝に進出し、 レブロン・ジェームズ率いるクリーブランド・キャバリアーズと対戦する。インサイドで暴れ回るハワードに手を焼いたキャバリアーズはファウルゲームを仕掛けたが、ハワードは重要な場面で苦手のフリースローをきっちりと決め、キャバリアーズの作戦を一周した。マジックは優勝候補だったキャバリアーズを4勝2敗で破り、ついに NBA ファイナル進出を果たした。 マジックの初優勝に期待がかかったが、ハワードは、ロサンゼルスレイカーズの厳しいディフェンスの前に、持ち前の破壊力を発揮できず、特に、パウがソルのマークに苦しんだ。また、カンファレンス決勝では決めることができた、フリースローを、重要な場面でことごとく外してしまい、マジックは1勝4敗で完敗した。2012年8月10日、ロサンゼルスレイカーズ、オーランドマジック。 フィラデルフィアセブンティシクサーズ、レンバーナゲッツの4チーム、12選手が絡む大型トレードでロサンゼルスレイカーズへ移籍した。しかし、このハワードの移籍劇は、ハワード自身がオーランドマジックとの契約延長を拒否した上で、自身の挙手をあやふやにし、その後ブルックリンネッツやヒューストンドケッツなどへのトレードを要求した上で、成立した大型トレードだったために、 ナイトメアーに引っ掛けて、ドワイトメアーと揶揄された。この頃から、ハワードの人間性を疑問視する声が聞かれるようになる。オールスター PG、スティーブ・ナッシュも加わり、コービー・ブライアンとパウ・ガソルと合わせて、ビッグ4として注目されたが、チームは、怪我が多く低迷、プレイオフには出たが初戦で、スパーズに、スイープ負けし意のシーズンとなった。また、コービーブライアンと、 スティーブ・ナッシュ、ヘッドコーチだったマイク・ダントーニとの確執も取り沙汰されるなど散々なシーズンでもあった。2013年7月5日に FA でヒューストン・ロケッツに移籍することを自身のツイッターで公表した。移籍1年目の2013から14シーズンはレギュラーシーズンを54勝28敗の高成績で終え、ハワード自身も まずまずの成績を残したたものの、プレーオフ1回戦で、ポートランドトレイルブレイザーズの前に2勝4敗と、屈した。2014から15シーズンは、左膝の状態が思わしくなく、シーズンの大半を欠場。それでもチームは、カンファレンスファイナルまで勝ち進んだが、ゴールデンステートウォリアーズに1勝4敗と完敗を、喫した。2016年7月1日、 地元アトランタホークスと3年7050万ドルの契約を結んだ。2017年6月20日、シャーロット・ホーネッツに移籍した。2018年3月10日に行われた、フェニックス・サンズ戦で30得点、12リバウンド、4ブロックを記録、試合はホーネッツが122から115で勝利した。3月15日に行われた。 アトランタホークス戦で33得点を記録、試合はホーネッツが129から117で勝利した。3月21日に行われたブルックリンネッツ戦で32得点、30リバウンドを記録、試合はホーネッツが111から105で勝利した。30得点、30リバウンドが記録されたのは2010年11月12日にケビンラブが記録して以来であり。 ハワードが NBA 史上9人目の達成者となった。2018年6月20日、ティモフェイ・モズコフとドラフト二巡目指名権とのトレードにより、ブルックリン・ネッツに放出され、その後解雇された。2018年7月12日、ワシントン・ウィザーズと契約した。2019年7月6日、C ・ J ・マイルズと交換で、メンフィス・グリーズリーズに放出された。 2019年8月23日、レイカーズで、ジョアキム・ノアや、複数のビッグマンだとワークアウトを行えグリーズリーズからバイアウトされた後、かつて所属したレイカーズと、再び契約した。2019から20シーズンはチームに、レブロン・ジェームズ、アンソニー・デイビスという絶対的なデュオがいたこともあり、プライドを捨てて、ロールプレイヤーに転身。ここ数年自身の評価を下げていた。 原因の一つであるポストプレーを極力減らし、控えのビッグマンとしてゴール下のリバウンドやアリウープのフィニッシャーに専念。結果的にスタッツはのきなみキャリアワーストとなったが、チームへの貢献度は大きく見事に復活を果たした。プレーオフでは機動力を活かしたチームが相手になることが多く、出番は限られたが、チームは勝ち上がり NBA ファイナルでマイアミヒートに勝利。 これにより、キャリア16年目にして、悲願の初優勝を成し遂げた。2020年11月20日に、フィラデルフィアセブンティシクサーズと1年260万ドルで契約した。北京オリンピックにて2006年以降、アメリカ代表に参加している。日本で開催された2006年の世界選手権では、9試合中8試合に先発出場し、8.9得点5.3。 リバウンドの成績を残した。金メダルは逃したが、銅メダルをかけて争ったアルゼンチン代表との3位。決定戦は20得点と活躍した。2008年北京オリンピックでは代表チーム唯一のセンターとして参加。ハワードは全試合に先発出場し、10.9得点5.8リバウンドを記録し、アメリカの金メダル獲得に貢献した。 b-a-s-k-e-t-b-a-l-l-r-e-f-e-r-e-n-c-e.com ありがとうございます。